ピア・アンドレア・サッカルド、ピエール・アンドレア・サッカルドは、イタリアの植物学者、金学者である。トレビーゾで生まれた。ベネツィアの高校、パデュア大学の工学部で学んだ。1867年に学位を得、1869年に博物学の教授となった。1876年に雑誌ミカリアを創刊し、自らの金類に関する初期の論文を発表した。 1879年にパデュア大学の博物学の教授、植物園長になった。主に菌類の研究に従事し、有性生殖を営むステージが未発見の不完全菌やフンタマカビズナに関する140ペン以上の論文を発表した。ほぼ完全なキノコの目録、シラチが有名である。子色や形によって不完全菌類を分類する体系を開発し、 DNA 分析をもとにする分類法の前に主流な分類体系であった。作は植物の学名で命名者を示す場合にピエール・アンドレア・サッカルドを示すのに使われる。ありがとうございます。